未官城は、かつて、越後国にあった、日本の城。1974年8月1日に、旧中区引き軍板倉町の史跡に指定された。上越市に合併後は、市の史跡に指定されている。新潟県上越市板倉区にあった山城。追記時期は不明だが、越後国守護上杉市の重臣大熊市が居城とした、城である。鳥坂城とは、 山一つ隔てた標高242メートル、飛行約160メートルの独立峰に作られた、城で東西約400メートル、南北約300メートルの上域を持つ。山の東側には大熊川、西側には小熊川が流れ、外堀の役目を果たしていた。追記年代は分かっていないが、15世紀末に関東管領上杉市の所領を管理するために、 越後に赴いた大熊市により築城されたと考えられている。城主の大熊市は、戦国時代、重臣として、越後守護上杉市に仕え、その後、長岡下虎に仕えた。大熊市は、家中において単線型などの養殖を務めた。1553年、伏黒城の上野家成と千住城の下平、吉長とが、領地争いを起こした。上野家成は、 土地城主で影虎の重臣、本城美濃を頼り、下平吉長は大熊朝秀を頼って、争いは混迷。朝秀は長尾し普代のい板城主の名江枝根綱や、本城美濃と対立した。国主の影虎は長尾正影、北条高広の謀反に続き、こうした領内の混乱が起こったことで、突如、両国を放棄して、出家を宣言する。未完城。 本丸後から見た首木平野の景色朝秋は、工事2年に、影虎が出家引退を表明したことを受けて、武田春信に通じ、未完成を捨て、越中に移り、武田氏と交往し、しかし、影虎が国主に復帰したことで、越後進行を諦め、信濃に移り、1563年に、武田家西館、山形正影の寄り木を経て、信玄の直進となり、 足軽大将として取り立てられた。勝頼の第二は、東都海国小山城代に任じられた。小田氏の構成を受け、多くの家臣が願える中で、武田勝頼に忠義を尽くし、1582年の天目山の戦いで勝頼と運命を共にした。朝州の出本後の未感情については明らかではない。間もなく、廃城になったとも、 信濃口を守備する上杉家の番上として1598年の上杉影勝の合図店舗まで存続したとも考えられている。現在、城跡には車、土塁、歩行、堀切り、横堀、水の手などの遺構が残っている。越後時めき、鉄道荒井駅からバスで23分、上越市板倉久子森津で下車、徒歩約15分。ありがとうございます。